今日4月3日レディーズ1周年記念とということで、ね、去年の4月3日にですね、川北の七五五の里というところでライブをやって、ちょうど1周年と1年ということでですね、初めてここでセッションしたね。ね、1年全然もっと前からやってるみたいな本当にね、すごい濃さですね。まだ夢の途中ですけれども、演奏を楽しみたいと思います、これからもレインズでよろしくお願いします。
1週目とね同じことをやっていてはね仕方がないと。ドキワク、胸ワクがですね面白いことをねどんどんやっていきたいなと思っております。こいつら何やってんのみたいなねそういう時もねきっとあるでしょう。でもそんな時はねこいつらもね瞑想してるんだなということでね温かくね見守ってやってくれると嬉しいなと思います。そんなことで一緒にメンバーもねレイニーズどうぞよろしくお願いします。では、掛川駅からお届けしましたレイニーズでした。折れちゃった折れちゃったけど導火線でこう折れたけど芯は残っているみたいな真ん中でさすが芯だけにあ、なるほど芯だだけにうまい